こんにちは、リリナナです。今日はこちら模様を入れた夏バッグを編んでみました。でこちらの模様は以前に毛糸でも編んだんですけども、夏糸でも編みたいなということで今回作ってみました。でこちらの模様は結構穴が開いているので、夏も涼しい感じで持てるかなと思います。で今回エコアンダリアを使ったんですけども、もちろんコットン糸とか毛糸でも編めるので、お好きな糸で編んでみてください。はい、では材料です。今回は浜中さんのエコアンダリア、こちらのカラーナンバー23番、こちらを使用していきます。こちらはレイヨンが 100% 40g 約 80m、 使用かぎ針が5号から7号、標準ゲージがかぎ針編み長編みの場合17目6段となっています。でかぎ針は6号針の 3.5 ミリと7号針の4ミリを使用していきます。で針と糸はお好きなものをお使いください。はい、ではまずは一度引き締めます。ここから鎖編みを26目編んでいきます。1、2、3、4、5、はい、鎖編み26目編めました。でそしたら楕円を編んでいきます。もし楕円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。では上に書いてある段数まで編んでいきます。はい、1段から10段まで楕円を編んできました。1周が108目になっています。でこの時点で私はスチームをかけてしまっているんですけども、この時点でかけてもかけなくてもどちらでも大丈夫です。で、だいたいこの時点で横が22センチ。で、こちらの幅が 9.5 センチになっています。では次は11段目。11段目からは増減なしで細編みを編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、根元から一つの目に一つずつ増し目などをせずに編んでいきます。では上に書いてある段数まで細編みを編んでいきます。はい、20段まで編んできました。では次は模様編みを編んでいきます。かぎ針を6号針の 3.5 ミリに持ち替えて編んでいきます。ではまずは鎖一つで立ち上がって、根元に細編みを1つ、で次は鎖を1つします。で2目飛ばして中長編み鎖2目中長編み編んでいきます。2目飛ばして3目目こちらに中長編み鎖2目同じ目に中長編み、で鎖を1つ、これを1セットとして繰り返していきます。次は2目飛ばします。2目飛ばして細編み鎖1つ、2目飛ばして中長編み鎖2目、中長編みで鎖を1つ、2目飛ばして細編み鎖、2目飛ばして中長編み鎖2目中長編みで鎖を1つというようにくるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。中長編み鎖2目中長編み鎖を1つで終わっています。で最後は2目飛ばします。で引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで1段目が編めました。で次は2段目。2段目は鎖1つで立ち上がります。で細編みで次のこちら鎖2目をしたところですね、こちらに長編み3目鎖1つ長編み3目編んでいきます。細編みの頭には細編みを1つ、
で、こちら中長編み鎖2目、中長編みの鎖編みの間ですね、こちらに長編みを3目、細編みの後には鎖編みをせずに、このまままずは長編みを3目編みます。1、2、3で、鎖を1つ同じ目に長編みを3目、1、2、3で、これを繰り返していきます。下の段の細編みの頭には細編み、中長編み鎖2目、中長編みの鎖2目のところですね、側に拾って長編みをまずは3目、1、2、3で、鎖を1つ同じ目に長編みを3目、1、2、3、これを繰り返していきます。細編みの頭には細編み、鎖2目の間には側に拾って長編み3目、鎖1つ長編み3目と編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。長編みを3目、鎖1つ長編み3目と編んでいます。で、一番最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで2段目が編めました。で、次は3段目。3段目はまずは鎖2回で立ち上がります。これを中長編み1目とします。中長編み鎖2目、中長編みと編みたいので、鎖2目が中長編みで、また鎖を2目、実際は鎖4目編んだことになります。で、引っ掛けて同じ目に1目目ですね、こちらに中長編みを1つ、これで中長編み鎖2目、中長編みと編みました。で、次は鎖を1つします。で、こちら下の段の長編み3目、鎖1つ、長編み3目を編んだ、鎖編みを編んだところですね、こちらに細編みを編みます。で、鎖を1つ。で、これを繰り返します。引っ掛けて、下の段の細編みの頭に、中長編み、鎖2目。中長編みで鎖を1つ、下の段の長編み3目、鎖1つ、長編み3目の鎖編みを編んだところに細編みを1つで、鎖を1つ、同じように編んでいきます。下の段の細編みに中長編み鎖2目、中長編みで鎖を1つ、下の段のこちらの間ですね、間に細編みを1つで、鎖を1つというように編んでいきます。はい、最後まで編んできました。最後は細編み1目、鎖1つで終わっています。で、このまま一番最初の鎖2目で立ち上がって、横に鎖2目をしたところですね、ここに針を入れてこのまま引き抜きます。で、これで3段目が編めました。で、次は4段目。4段目は鎖3目で立ち上がります。それを長編み1目とします。1、2、3で、同じ目に長編みを2目、引っ掛けて1、2で、次は2段目と同じなので、下の段の細編み、こちらに細編みを編みます。で、引っ掛けて、で、こちら中長編み鎖2目、中長編みの鎖2目のところに側に拾って長編み3目、鎖1つ長編み3目と編みます。1、2、3で、鎖を1つ、
同じ目に長編みを3目、1、2、3で、下の段の細編みの頭には細編み、これを繰り返していきます。中長編み鎖2目、中長編みの間に長編み3目、鎖1つ、長編み3目、下の段の細編みの頭に細編みとぐるっと編んでいきます。はい、端まで編んできました。最後は細編み1つで終わっています。で、一番最初鎖3目で立ち上がって長編み2目を編んだんですけども、長編み3目鎖1つというのをここに作ってあげます。最後は前にかかるように、こちらが編み始めになりますね。ここにかかるようにまずは長編みを3目編みます。1、2、3で、鎖1つしたいんですけども、ちょっと場所を移動させたいので最後は細編みでつなげます。立ち上がりの鎖3目の3目目ですね、わからない方は長編みの頭の右隣、こちらに針を入れて、で、細編みを編みます。で、これで4段目が編めました。で、1段目から4段目を繰り返しながら編んでいきます。次は細編み鎖で、中長編み鎖2目、中長編みで鎖を1つと編んでいくんですけども、一番最初の細編みを編むところはこちらの間ですね。長編み3目で細編みでつなげて、鎖3目があって、長編み2目、この間に入れるんですけども、5段目鎖1つで立ち上がって、この間に針を入れてしまいます。で、このまま細編みを1つ、ここから編み始めます。で、鎖を1つ、で、下の段の細編みに中長編み鎖2目、中長編み、で、鎖を1つ、で、またこの間に細編み鎖を1つ、で、下の段の細編みに中長編み鎖2目、中長編みと編みます。で、以前に模様編みのトートバッグを編んだんですけども、そちらを編んだ時がある方は同じ模様になります。下にリンクを貼っておきます。で、もし初めてだなという方はこんな感じで編んでみてください。では、1段目から4段目を繰り返しながら上に書いてある段数まで編んでいきます。4段目の一番最後と、あとは4段目の次ですね、と私で言うと5段目の細編みを入れるところがちょっと違うので、ここだけ注意をして編んでみてください。では、こちらの模様を繰り返しながらしばらく編んでいきます。はい、模様編みを17段編んできました。で、だいたい模様の部分が 12.5cm ぐらいになっています。では、次から細編みを編んでいきます。かぎ針を7号針の4ミリに持ち替えて細編みを編みます。まずは鎖一つで立ち上がって、細編みの上には細編みで、こちら鎖編みを編んだところですね、細編みの隣の鎖編みには細編みを1つ、中長編みの頭に細編みを1つ、で、中長編みと中長編みの間に鎖2目編んだんですけども、ここに細編みを1つ編みます。で、中長編みの頭に細編みを1つ、こちらに細編みを1つ、これで6目、1、2、3、4、5、6、これで6目編めました。これを繰り返していきます。細編みの頭に細編みを1つ、隣の鎖に細編みを1つ、中長編みの頭に細編みを1つ、
で中長編みと中長編みの間、鎖2目に細編みを1つ、中長編みの頭に細編みを1つ、中長編みの左隣に細編みを1つという感じでぐるっと編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。で引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で次からは細編みの頭に細編みを1つずつ編んでいきます。で高さお好みなんですけども、持ち手に入る手前までですね、上に書いてある段数まで細編みを1つずつ編んでいきます。はい、細編みを3段編んできました。で次から持ち手を編んでいきます。で持ち手を編むんですけども、しっかり中心を決めたいので、私はちょっと歪みを取るためにスチームをかけてきます。でこれは今の時点でかけてもかけなくても大丈夫なので、もし気になるなという方は一度スチームなどをかけるといいと思います。はい、一度スチームをかけてきました。でそしたらバッグの両サイドをまず決めていきます。いろんな方向から見て両サイドを決めるといいと思います。で両サイドが決まったら、こちらのマーカーを合わせます。マーカーを合わせて中心を決めていきます。で真ん中が決まったら、私はだいたい10センチぐらい開かせたいので、マーカーの隣から数えて9目のところに印をつけていきます。マーカーがついている隣の目から数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9目目にマーカーで、こちらもマーカーの隣から数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 目目にマーカーで、裏側も同じようにマーカーの隣から数えて9目のところにマーカーをつけておきます。でマーカーがついたら、真ん中と両サイドマーカーを外して、でこちら側の目数とこちら側の目数が合っているかどうか確認をしておきます。で次から持ち手を編んでいきます。で確認したら、と同じ目数で間を開かせる場合は、こちらが35目、こちらが35目で、この間マーカーからマーカーまでが19目となっていると思います。では次は持ち手の部分4段目、鎖1つで立ち上がってマーカーの手前まで細編みを編んでいきます。はい、マーカーの手前まで細編みを編んできました。でそしたらこちらのマーカーを外して、一番最後の細編みですね、こちらにマーカーをつけておきます。でここから鎖編みを編んでいくんですけども、お好きな長さで大丈夫です。1,2,3,4,5,6 はい、鎖編み60目編んできました。で私は少し長めにしています。でも肩にかけるってなると、もうちょっと長い方がいいかなと思うので、これはお好みの長さで調節をしてみてください。で60目編めたら、こちらマーカーの隣に針を入れて細編みを編みます。で細編みを編んだら、こちらにマーカーをつけておきます。で次の目からまた一つずつ細編みを編んで、反対側も同じように、こちらで編んだ鎖編みの数と同じ数ですね、持ち手を作って、で最後に編んだ細編みの頭にマーカーで
鎖編みを編んで最初に編んだ細編みの頭にマーカーと、こちら側も同じようにマーカーをつけて編んでいきます。ではくるっと編んでいきます。はい、持ち手を反対側も編んできて端まで編んできました。で、ちょっと分かりづらいんですけども、引き抜いたところがこちらにあって、立ち上がり最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、次から細編みを編んでいきます。で、その時にこちらのマーカーを中心に両サイドで減らしていきたいので、マーカーの1個2個前くらいまで編んでいきます。細編みを一つの目に一つずつですね、編んでいきます。はい、マーカーの近くまで細編みを編んできました。で、そしたらマーカーを飛ばして両サイドで減らしていきます。まずはマーカーの右側に針を入れて糸を持ってきます。で、マーカーは邪魔なので取ってしまいます。マーカーがついていたところは飛ばして、次の鎖編みのところ、こちら上半目と裏山でも裏山だけでもどちらでも大丈夫なので、お好みで編んでみてください。私は裏山に針を入れて糸を持ってきます。で、3本一気に引き抜きます。で、こちらにマーカーをつけておきます。またこのマーカーを中心に両サイドで減らしていきます。で、次から私は裏山ですね、結構裏山は取りづらいので編みやすいように編んでみてください。ではまた端まで、こちらもマーカーの両サイドで減らしていきたいので、マーカーの近くまで細編みを編んでいきます。はい、持ち手に細編みを編んできて、マーカーの近くまで細編みを編んできました。マーカーを中心に両サイド、こちらで減らしていきます。まずは一番最後の目ですね、ここに針を入れて糸を持ってきます。で、マーカーを飛ばして2目目、マーカーの左隣、こちらに針を入れて糸を持ってきます。で、3本引き抜く。で、またマーカーをつけておきます。で、反対側も同じように編んでいきます。マーカーを中心に両サイドで減らして、で、他は細編みですね。ではぐるっと編んでいきます。はい、端まで編んできました。引き抜いたところ、立ち上がり最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、次からはこちらのマーカーがついているところの両サイドで減らしながらどんどん編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、まずはマーカーの近くまで細編みを編みます。はい、マーカーの近くまで細編みを編んできました。で、マーカーを中心に両サイドで減らしていきます。で、マーカーがついていたところは飛ばして、左隣にも針を入れて糸を持ってきます。で、3本引き抜く。で、マーカーをつけておきます。で、こんな感じで減らしながら持ち手を編んでいきます。反対側も同じですね、マーカーを中心に両サイドで減らしていきます。こちらを飛ばして、右側と左側で2目一度で、反対側もという感じで、お好みの太さになるまで編んでみてください。では私は上に書いてある段数まで編んでいきます。はい、細編みを7段編んできました。持ち手には細編みを3段編んでいます。私はちょっと細めにするんですけども、これはお好みの太さになるまで編んでみてください。で、これで最後にしたいので、一周引き抜き編みをして終わりにしようと思います。このまま立ち上がりをせずに1個2個目、こちらからスタートをします。このまま引き抜き編みで、マーカーを最初の目につけておきます。一つの目に一つずつ引き抜き編みをして、持ち手の角も一つですね、
こちらに目一度したところも一つだけ引き抜き編みをして、でこれで一周ぐるっと編んでいきます。はい、一番最後の目まで編んできました。でこのまま引き抜いてもいいんですけども、私はチェーンつなぎをしていきます。糸処理できる分残してカットします。で糸を抜いて、とじ針に糸をつけて、マーカーがついているところですね、こちらに針を入れて、糸が出ているところと下の段の最後の細編みの頭に針を入れます。であんまり引き締めすぎずに同じぐらいの大きさになるように引き締めて、後ろで糸処理をします。で他の部分も糸処理をして、で最後にスチームをかけておきます。はい、こんな感じでできました。で大体サイズが横が29センチぐらいで、こちらの高さが大体21センチぐらいで、こちらからだと 22.5 くらいですかね。で持ち手が大体15センチぐらい、持ち手の長さがだいたい34センチぐらいで、持ち手の幅がだいたい2センチぐらい、底の部分が22センチぐらいで、こちらの幅がだいたい10センチぐらいになっています。で今回使ったこちらの模様なんですけども、以前に毛糸で白いバッグを作ったんですけども、夏糸でも編みたいなということでこちらを作ってみました。で下から模様を編んでしまうと結構穴が大きく開いているので、内布をつけないと結構厳しいかなと思ったので、下の部分は細編みを入れています。なので何か細かいものがこう下から飛び出てくるっていうことを防いでいるんですけども、気になる方は内布や中に巾着などを入れて使うといいかなと思います。で大きさ的にもそこまで小さすぎず大きすぎずという感じで、普段使いにちょうどいいサイズになっています。でもちろんコットン糸とか毛糸とかでも編めるので、お好きな糸で編んでみてください。では今回は模様編みの夏バッグを編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。